チームにいた井原選手のお母さんの仕事があったりとか、とりあえず頑張ってまた来るように行ってきました。2度目 のシンガポールに向けて意気込みというか、まあ、残り半分ですけども、まあ、自分の力を全て出してチームに貢献して、それが勝利につながればいいと思います。雰囲気はどうですか？いや、非常にみんなコミュニケーションを取ってくれるし、楽しくピッチ外でもいろいろ遊んだりしています。去年、多分馴染みやすかったっていうのがありますね。ちなみに選手たちがあれと、去年だったら小川選手とかよく一緒に行きましたね。ちなみに新しく来て部屋は小林くんと一緒です。